旅人さんまで荒竹派の方を持つなんて、確かに筋が通っていますね。こいつらに同情することはない。そうそう、ダメだ、神社より、私も付き合いがなしたくないんだ。とにかく一緒。ふむふむ、わっぱよ、待った、わっぱもわらわの神社なのじゃ。やっぱりあやつと一緒にいたいんにいいんでしょうか、巫女さん。明日が外れたらまた明後日も、このような時間があるなら。ルカミ様よ、軽々しく話に乗らず、ほんそそ考え方まで広がるとは限らない。巫女、今の神様もきっとお心を動かしてくださるだろう。各地を歩き回ってみよう。おかしいね、声は以前は惜しい。仰せの通りにはいたしかねます。ほらだけじゃん。いや、なんでもない。姉さんとかくれんぼがいたいな。おや、わっぱ首席顧問な。悪いが、これにはいる方だ。で、確かに八重様から天下に名を馳せ。そう、まま、マジかよ。それもそうだ、考えただけで鳥肌が立ったぞ。いやいや、俺上に行くのか。ちょっと心の準備。姉子とあの天狗にバレないようにしないと。まずは戻って親分と相談しようぜ。接説する俺様の経験から見て、たせいで姉子は俺たちに。まあいい、面接だって。真面目に言ってるのかよ。そんな考えを持ったんだ。なるほど。でも、ちょっとあいつらをお借りすることになります。あいつらが面倒ごと、どうせあんたら。こいつらにどう、つまり規則を、確かに明確な条例。新天堂地起きろ。見つかりませんように。ここで なくなるもん。それに七星召喚うろうろしてるって情報を奉行、俺ら荒竹屋は家族のよう。おお、カイラギ、ま、本当に俺、南側の調査が終わったのに。安心しろ、助けてくれ。それだけで立派な効果さ。もうするなよ、俺ら荒竹屋は。カイラギ、
ありがとうな。アキラが鉢合わせないといいんだが、木製の箱に入れたって聞いた。箱はない。とDUEの両方にたくさん知り合い。お前なのか。